タジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はオールドトラフォードです。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。ここは大事な一戦になりました。結果次第で残留を果たせるかもしれません。マンチェスターユナイテッドがリバプールを迎え撃ちます。この試合は決して状態の良くないチームにとって救いを見出す一戦となりました。勝利すればその時点で残留が確定します。シーズンも残りわずかですから、来シーズンにいい形でつなげるためにもここはしっかり結果を出したいところでしょう。サポーターのためにもいい試合を期待しています。さあチャンスだ。アリソン止めた。至近距離のシュートを防ぎました。エリア内へ向かうか。このヘディングシュートはキーパーが止めました。アンドリュー・ロバートソン、マネに渡った。ここでかわしました。ボールを保持できません。ボールはマグワイアへ。スコット・マクトミネイ、マーカス・ラッシュフォード、華麗にかわしました。チャンスです。入った。これはチームにとって待望のゴールでしょう。はい、このままいけば降格を免れます。しかし試合は終わっていないので安心するにはまだ早いですね。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。ジョーダン・ヘンダーソン、クリスティアーノ・ロナウドのボールロースト。ジョッタ、モハメド・サラー、サラー、キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。ショートコーナーだ。ドリブルで運びます。オフサイドの判定でプレーが止まります。ポグバ、スコット・マクトミネイ、ファビーニョがインターセプト。さあリバプール、ここから危険な形を作れますか。いえ、攻撃はここまで。相手ボールになりました。強いですね。ボールを取られません。クリスティアーノ・ロナウド、マーカス・ラッシュフォード、ユナイテッドのフリーキックからのリスタートになります。直接ゴールを狙うか迷う距離ですが、何をしてくるんでしょうか。ブルーノ・フェルナンデス、ホグバに渡った。かわした。さあどうする。危ない場面でしたがタックルで守ります。ジョーダン・ヘンダーソン、パスをカットしました。相手の攻撃を断ち切ります。パスをつないできましたがここで奪われました。ジェイドン・サンチョ、ホグバに渡った。パスを出した先は相手の選手。ここでインターセプト。
ここは味方を使います。ユナイテッドのスローインで再開です。さあ上げたい。これはナイスインターセプト、うまく読んでいました。連携の取れたプレスをかけ、ここでボールを奪還しました。ラファエル・バナーニ、ワンビサカ、ボールはクリスティアーノ・ロナウド、相手にタックルしてポゼッションも取り返しました。アドバンテージで、このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。マンチェスターユナイテッドに警告が出ました。こういうのはチームで気をつけないといけません。選手交代があります。イエローカードも考慮された交代かもしれません。フレッジ、おっとフリーです。決まった、ゴール。いやーやりましたね。